皆さんこんにちは、中村太一です。こんにちは、鈴木はじめです。はい、ということで、はい、前回のね、動画に続いて、まあ、杉本和夫先生に出演していただいているということなんですけど、なんか先ほどちょっとコメント欄多分見たら、ちょっと生意気なんじゃないかみたいなね、こうちょっとコメントがあるなって思ったんですよ、私。杉本先生に逆や、いや私が太一さんに対して何様なんだみたいなコメントでしょう、多分。そう、いや大丈夫です。うちそれを一番恐れてます。いやそんなことないですよ。私がねちょっと無理言ってね、こう杉本先生にね来ていただいてこう喋ってもらってるんで、全部の責任は私にありますから大丈夫です。杉本先生、自由に喋っていただいて。はい、わかりました。で、まあね、まあ、杉本さんと私との関係とかもね、ちょっとね、はい、多分知りたい方もいらっしゃるかなと思うんですけど。長いですもんね、結構。はい、そうなんですよ。これ、私たちも結構長くて、小学生ぐらいから知ってるっすよね。最初の出会いは多分、僕が小2で、はじめさん小6なんですよ。4歳差だから。あ、4歳差か。はい、で、私が杉本さん可愛がってたって話で。全然違うんですよ。え？小学生大会で当たって、対戦して、はい、はい、僕が勝つんですけど、まあ当然、はい、僕が勝つ。小学校2年生と6年生がやって、はい、私が負ける。はい、ほう。で、そこからどこの大会行っても、はい、めちゃくちゃ睨んでくるんですよ、はじめさんが。めちゃくちゃ怖くて、それが、あ、私が杉本さんの小学校2年生を睨みつけるっていう。そうなんですよ。それやばいやん。いや、怖すぎて、それが。それめちゃくちゃ覚えてます。いや、そんなだから、いや、だから俺、杉本君も可愛い。結構、そうそう、まあ、奨励会入ってからはね、仲良くなったんですけどね。ね、よく将棋もいっぱい指したし、まあ、奨励会もめちゃめちゃやったよね。やりました。俺、一番やったと思うよ、奨励会。実を言うと、杉ちゃんと。そうですね、15、6曲はやってるでしょ。そうですね。全部で。意外と差し分けぐらいですよね。いや、多分俺らが多分1個か2個勝ってたら、あ、まあまあ、じゃあそれでいいです。でもね、そうしたら、いつもはじめさんは勘違いしてるって言ってるのに。いや、確かに最初の頃ははじめさんに全然勝てなかったんですけど、9位者の頃。はい。なんか次第にだんだん勝てるようになっちゃって。いや、そう、ね。だからまあ、結果的には5割ぐらいなんですけど、そうかな。なんか最後の方か、まあでも3段リーグでは2勝2敗とか。3段リーグ2勝2敗とかだったのかな、はい、多分。まあそうですね。でも結構よくね、将棋も勉強したし、ね、いっぱい切磋琢磨した中ですね。はい、そうですね、はい。はい。ということで、今回はですね、まあいろいろありまして、いつも、こう、うん、我々のチャンネルでは、こう、1週間のね、将棋の振り返り、あ、1週間っていうかな、なんかこう、将棋の振り返りみたいなのがあるんですよ。それをまあ、杉本先生に、仲間太一先生の代わりにやっていただきたいなと思うんですけど、はい、よろしいでしょうか。はい、お願いします。はい、今回はですね、5月の1日から、ちょっと、まあ、将棋をちょっと振り返っていきたいなと思うんですけど、はい、じゃあね、気になる将棋とか、5月1日から。はい、5月1日からなんですけど。でも、振り飛車が結構多くて。あ、そうっすよね、我々楽しいっすよね。はい。しかも結構、振り飛車が勝ってる、将棋が多かったような気がします。この中だと先生はどの将棋がちょっと気になりますかね。あ、この鈴木先生と藤本さんの将棋とか。あ、鈴木大輔先生と藤本、はい、渚先生の将棋ですね。はい、まあ、この将棋はどうだったんですかね。四間飛車ですね。なんか、まあ、鈴木先生四間飛車はもう本当にもうずっとお箱というか、はい、うん、こう絶品の指し回しという感じですかね。藤本さん結構急戦が多いイメージだったんですけど。あ、そうそうそう、なんで持久戦やったんだろうね。これ駆け引きあったんですかね。うーん、珍しいですよね。相当珍しいですよね。こう私も実は指した時急戦だったんですけど、急戦からでも急戦から持久戦戻っていくような。藤本さんのデビュー戦でしたっけ。そう、竜王戦のデビュー戦にこう指させて、はい、指させてもらった時に、まあ、ちょっとあれもったいないことしましたね。あの将棋は今はこんだけもう爆発的に勝たれてますけど、ちょっとチャンスありましたもんね。あれチャンスあった、ね、あれチャンスあった、ね、あれ相当喜んじゃったそれもね、チャンネル振り返ってぜひ、ね、自慢できましたもんね。いや、そうなんですよね。この将棋はなんかもうすごい力強いというか、まあ鈴木先生の将棋って本当に綺麗な将棋で、まあ、この端攻めのタイミングとか絶品ですよね。ああ、いや、このタイミング、手がしなりますよね。多分力強い手つきで行かれたんだろうなというのがね、こう目に浮かぶというか。このやっぱり、端歩のタイミングとかが、やっぱりこう、穴熊攻略の第一歩という感じですかね。そうですね、この組み切られる前に端ちょこちょこ触るっていう感じ。なんか、いちいちに潜った瞬間を狙うってことですね。そうですよね。はいはい。
この将棋はやっぱりこう振り飛車党にこう勇気を与えたような、そうですよね、という感じですかね。終始うまく指されて、で、まあ、私はねちょっと気になったのはこう我らのねこう鈴木環奈上流三段、ああそこ触れ、はい、西山友香上流三冠の環奈先生と、はい、ね、西山先生、はい、これ結構大一番ですよ、はい、大一番ですよね。準決勝とかですかね、あと2勝でタイトル挑戦とかだったような気がしますね。この将棋はどうだったでしょうか。そうですね、はいはい、いやどうだったんでしょう、どうなんでしょうね。穴熊に組みに行って、こう西山先生、いやこの4五歩ってやっぱりすごい手ですよね。やっぱりすごいところから殴りかかったなっていう、積極的な、うん、前を向いて、こう前向きな手、前向きな手ですね、うん、この手がまあこう結構ポイントというかポイントだったので戦い始まりましたよね。ですけどまあその後やっぱり強いですよね、西山さんね、西山さんね、バシ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 的確にパンチを打って、はい、沈めたような一局だったって感じでしょうか。まあなんか途中難しそうでしたけどね、結構なんか環奈さんの方にもチャンスはありそうな局面もあったと思うんですけど、まあでも最終的にうまくいって勝ちに持ち込む、穴熊の動作を生かしていって勝ちに持ち込んで、やっぱり経験で、やっぱ振り飛車党の経験が来てるという感じだったんですかね。あとはですね、どうですか、やっぱ天彦先生の振り飛車ですか。ああ、そうですね、あの佐藤天彦九段と豊島九段の対局ですね。なんかもう出だしからすごいですね。恥も受けないという、これはなんかあれですね、一直線にこう穴熊に組みに行ったような感じってことですか。角交換振り飛車、レグスペ、レグスペっぽい、レグスペっぽいですよね。レグスペっていうのはなんかあの結構昔流行ったというか、我々の奨励会の時とか結構我々のね奨励会時代に流行った作戦ではあるんですけど、破壊力があるんですけど、まあでもちょっと駒が偏るのね、そこはどうかというところではあったんです。なんか藤井先生っぽい感じの序盤というか、なんかこういう戦法って評価値あんまり出ないんですけど、なんかそういうのもう気にしないで、いろんな振り飛車の中でもちょっと特殊な振り飛車を指され始めてるのがすごく興味深いなと思って、なんかノーマル四間飛車とか三間飛車とかの方が評価値は出るんですけど、はい、こういうなんか端取らせての角交換振り飛車とか一番評価値が出なさそうなところにも取り入れてるのがちょっと面白いなと思って、やっぱ評価値を、まあ、意識しない指し方をあえてしてるっていう感じがしますよね。力勝負みたいな、この後もまあすごいお二人、まあ、ねじり合って、でもなんか穴熊の最後遠さを生かして、はい、そうですよね、硬い穴熊って感じじゃなかったですよね。そうですよね、薄いですよね、2枚しかいないからちょっと遠いけどっていう感じですか。最近石田流とかも刺されてますもんね、天彦先生。ああ、そうですね、まあいろんな振り飛車にこう見てて面白いですね、やっぱいろんなのやってくれるから。まあやっぱ振り飛車とからするとね、こうやっぱ注目しちゃうっていうのはありますよね。どうですかね、まあそうね、叡王戦のまあ第3局がね、はい、行われて、そうですね、それは高尚な角換わりの、高尚な角換わり、角換わり、ああ、角換わりはやっぱ高尚なんですね。いやー、ね、覚えとけばよかったですよね、私たちも。我々も覚えとけばよかった角換わり。そうかな、覚えられそう角換わり。いや、どんくらいかかるんですかね、これ全部定石覚えようとしたら。太一先生とか全部覚えてますよね、きっと。まあ、飛車党はね、でも結構やっぱ時間が足りないですか。どうなんだろう、まあ、覚え方があるんだろうね。覚えるのもそうだし、まあ、パソコンのスペックとかももちろんもっと大事になってくるでしょうしね。これ定石、定石どっちが誘導したんだろうね。はじめさんってこういう将棋指したことあるんですか、人生。私、うん、私ね、やったことないでしょ、こういうの。こういうのダメなんだよね。なんかこうやってさ、なんかさ、王様がさ、なんかちょっと中途半端なの嫌いなんだよね。あ、玉の位置が決まってないみたいな。でも良くないんだよね。最近、なんか決めた方がいい、決めない方がいいんだっけ。だから角換わりで言ったら、矢倉に組んでんのに玉は6、8にいたりとか。そう。あ、なんかそういうのが、ちょっと。不安、なんか昔、お父さんにはちゃんと王様囲えっていう教わったんですよ。そういう世代だからさ。いや、これ見るとやっぱちょっと抵抗はあるのよね。でもね、でも、こういう抵抗をなくしていかなきゃいけないですかね、今の時代は。ねえ、やっぱり。強い人の将棋見てると本当にこんなところにいても、でもスギちゃんはどっちかっていうとあれじゃない、私よりでしょ考え方。うん、そうなんです。できないというか、
王様硬いよね。うん、硬い。常に潜ってる1級に。うん。安心するんですよね。安心するんだよね。28銀、1、なんか1級玉28銀みたいな。まあ家があったかいからね。家があったかい方が。英語戦、はい。寄付の申請してたんで、あの、もう丸々解説しても OK ですよ、これ。あ、本当ですか、ありがとうございます。英語戦、ちょっと、まあ。我々に解説できる技術、技量がね、こんな難しい将棋をね。ちょっとやってみますか。英語戦の。だってこれこの局面ですよね。まずね。真面目にやろうとしてるの？当たり前じゃないですか。角換わりの解説を、うん。まずこの局面は、どちらかというと、伊藤さんがこう誘導した感じですよね。まあそうですね。はい。そうなんですか？そうじゃない？だって、いつも最近はさ、みんなさ、4二玉、6二金、8一してじゃん。うん。なのにさ、5二金、3一玉にしてんだからさ。うん、あれじゃない？誘導したんじゃないって思ったんだけど、違う？合ってます、合ってます。合ってますか？ああ、合ってます、合ってますか。で、これは、まあ、昔からある形ではある。初期の頃からある。うん。あると思う。で、これは後手が悪いと言われてた。だと思う。それを伊藤さんが持ってった。持ってった。おー。だからまあ、なんか用意の手があるんでしょうね。はいはいはい。あったんでしょうね。なるほどね。ということで、これでまあ、まあ、で多分なんか今なんか若手棋士たちと、まあ、たまに研究会やるんですけど、うん、まあ、基本後手がなんかちょっと苦しいからなんか球を用意しとかなきゃいけないって風潮はずっとここ数年多分そうなんだと思います。でまあ後手が常に球を用意して先手に対して投げつけてる、うん、という感覚ってことですね。しかもこのクラスだともう本当に それがよりシビアなんだと思います。でもこれ分かんないですね。6七歩でもなんかこの6七歩はなんかこうあったかみがある手だよね。わかる。これ俺好きな手なのよ。でもわかるわかる。俺ねこれ見てちょっとホッとしたんだよね。うん、なんか人間らしいというかいいタッチっていうか、いいタッチ、そうそう、程よいタッチだよね。うん、この6七歩がこう人間らしいこう程よいタッチっていうか、なんか取れないしね。そうこれねもう見た瞬間いい手だなって感じの手ですよね。うん、6七歩はね、それ刺した瞬間に数字が動いてる。そう、評価値は落ちてるんですよ。10% 落ちてるんですけど、これが、こいつが分かってないね。そっか。いや、でしょ。いや、これで、ね、6七歩を評価値落とすようでは、うん、まだまだ将棋を知らないと思う。指が、なんかこの、6七歩って打った瞬間、なんか俺いい手指したなっていう、そうでしょ。雰囲気はあるね。これ評価値上がるはずなんですよ、うん、10%。なのに下げるようでは、分かってない。分かってない。いや、でも、なんか6七歩っていうのは、なんかこう、いいタッチっすよね。うん、いいタッチだね。なんか本当に将棋が強いっていう気がするタッチっていうか、うんうん、まあそこからまあバシバシ進んでって、これもずっと難しかったんですか？うん、多分そうだと思う。いやこれさ無理なんですよ居飛車党の。え、なんかたまに解説とかでこういう将棋解説するじゃないですか。はいはい。でも前例とかもちゃんと頭に入ってなきゃそもそも話にならないし、解説するにあたって、うんうんうん、でもまあ一応前日とか前例とか見てくんですけど、はあはあ、違う将棋になったりとかしたらもう受けがないし、うん、きついんですよ。やっぱり振り飛車党が居飛車党の将棋解説するってもう今の世の中。え、まあそれってなんか右利きと左利きぐらい違うってこと？どのくらい違うの？何が違う？どうなんだろう。右手と右足ぐらい？右手と右足、いやーなんつかね、右投げ左、右、確かになんかもう右打ちの人が左打席に入ってくださいみたいな、野球で言ったら分かんないけど、なんかそんな感じ。まあやっぱそういうもんなんだね。やっぱ解説するとね、あ、解説すると最低限こういう前例があって、うんうん、こっちが工夫してますとかそういうの言わなきゃいけないけど、たまに出てこない時あるけど、たまにというか結構それが結構大変だねって感じなのか。うん、でもなんかこの局面って評価値で言うと、まあ、藤井さんがいいって書いてある。なんかでもでもね、こうね、そうそうそう、ちょっとね、進めていくとね、こうなるわけですよ。いや、これ確かに、中継見てたけど。これぶっちゃけ、でも評価値なかったら、え、これ、伊藤さん押してるんちゃうって思ったんですよ、私。あ、自分も同じ感覚でした。これ全然、え、伊藤さん、これ、めっちゃうまく指してるやんって思ってて。うん、たのに、評価値見たら藤井さんがいいって書いてあって、うん、そういうもんなんだって、なんでだろうっていう。なんか、ほんとノーミスでいくってことですよね。ほんと神業の受けをして、まあ先手玉が受かるかどうかなんですけど、多分一通りしか受からなくて、それが相当見えづらい手みたいな感じなんで。でもそれって一通りやったら評価値っていいのかね、本当にね。まあ、うん、ぶっちゃけさ、
まあでもやっぱりそうか、それは考え方としてはアマチュアってことか、プロはもう絶対全部最善を尽くせばいいっていう考え方なんだ。まあ、でも確かに藤井先生はでもそういうのでやっぱり最善を指されてる方だからそうなんだと思いますけど、でも確かにこれ人間目線だと、ね、受け間違っても全然おかしくないなとは思っちゃいますね。これ受け切ったら超強いなと思うもんね。うん、まあでも実際そういう将棋を指されてる方ですからね。うん、だからやっぱりどんどん将棋のハードルが上がってるっていうことですね、レベルとしてはね。93手目8七銀もなんか気持ち分かりますよね、上からなんか抑えられちゃって。これだって7九桂6八歩成7七銀打ちが最善だったんでしょう。そうなんだ。最善というかその、うん、AI の読み筋だから7九桂っていうのが指せないと厳しかったということなんですか。でも6八歩成嫌だよね。嫌ですよね。6八歩成ってなられたら普通負けに見えるもんね。うん、確かに。なんかだから確かにはじめさんのおっしゃる通り、これ人間じゃ無理だよねって思っちゃうところが、相当レベル高い。これ弱いですか、気持ちが。今でも自然だと思いますけどね。あ、だから人間的にはちょっと厳しいなと思うけど、でもやっぱり人間を超えるという世界で戦われているってことですね、プロの先生は。なんかでもこういうので本当に、いや確かにこれは後手、あ、先手持ってね、うん、先手持って自信ないなって思うけど、いやでもやっぱりこれがこう最近のテーマなのかな。でもこの後の、まあ、伊藤さんほぼノーミスで終盤乗り切ったのすごいですね、やっぱり。いやすごいですね。うん、終盤がむちゃくちゃ強いってことですか。そうですね、なんか的確でしたね終始。うん、まあ解消これで、そうですよね、角番に追い込んで、で次が伊藤さんが先手。そうですですね。ということでかなりチャンスありますよね。そうですね、はい。先手後手このレベルだと大きいですもんね。大きいと思いますね。作戦選べますしね。で気になる対局で言えば、あ、そうですね、まあアベマのエントリーがね、こうエントリートーナメントがね、やられて、そのエントリーチームが決まったということで、はい、これなんですけど、私ちょっとあの見てたんですよ、ずっとアベマを、はい、そしたら私が大注目だったのはね、こう久保田先生と、まあ、井出先生の対局で、はい、いやなんかこうなんて言うんですかね、表現がすごいですよね、久保田先生のね、指し方とか、なんか指し方もあるし、雰囲気見ましたか、その対局姿。いやちょっと見れなかったんですけど、なんかもうこう、うーんって言ってこう指される姿とか、はいはいはい、でそれにまあ井出さんまあ仲が良いんですかね、久保田先生。なんか笑顔なんですよ井出さんが今笑ってるね、笑顔で、いやなんかねずっと笑顔で指されて、こう今までこうプロの先生の対局って結構難しそうな顔をして、こうやっぱりこう厳しい顔をされてるじゃないですか。すごいお二人でなんか楽しそうにいや久保田先生当然あのこうあれなんですけど、真剣にまあすごい指されてるし、まあ井出さんも当然真剣に支えてるんだけど、なんかこう仲がいいっていうのがすごい伝わってきて、すごくこう微笑ましいこう決勝トーナメントの決勝だったなというのがすごい感じたんですけど結構そうですね、久保田先生を前にして笑うくらいの大変な時ありますよね。あ、そうなんですか、やっぱりなんかあれですもんね、こうお荷物が多かったりとか、荷物多かったり、でもそれフィッシャーで笑ってるのやっぱ井出さんちょっと余裕あったんですかね、なんか。いや井出さんね引っ張りだったっす。あ、そうですよね、あの逆にね必勝から引っ張りになったんですよ、将棋は見ました。必勝から引っ張りになったんですけど、こう泥仕合の中なんとかこう井出さんが、久保田ワールド入ってましたよね途中。いや久保田ワールド入ってましたね。久保田ワールドって恐ろしいんですよね全部駒取られちゃう、全部駒取られちゃうっていう、やっぱ九州系ですからね、本当に受けの強い先生で、手厚くも刺されますし、粘り強いし、なかなかこう難しい戦いだったと思うんですけど、はい、まあ、久保田先生が入ったエントリーチームもちょっと見てみたかったですけどね。ああ、そうですね、それもちょっとどういうチームになるのかっていうのね、雰囲気とか、雰囲気とかもちょっと見たいっていうね、ファンの方もいらっしゃったと思うんですけど、大激闘の末、はい、まあ井出さんが勝ち残ったということですね。で気になる対局は5月の8日とかになるんですかね、はいはいはい、5月8日の佐々木大地斉藤アスト戦とかね。あー、好カード。これなんか私の中で言うと、この2人には結構将棋も教わってたんですよ私。なんでずっといつも注目して見てるというか。研究会とかですか。あ、そうですね、なんか結構昔ですけど、はい、
なんかお二人と勝負させていただいて、確かになんか大地さんよく後輩の面倒見結構いいですね。そうですね。なんで結構このお二人はよく勝負やってるんだろうなっていうね、イメージありますよね。ありますあります。でなんかこのお二人も熱い戦いというか、バッチバチしてそうですよね。バッチバチしてますよね。そういう時ってやっぱライバルとしては負けられないみたいな感じ、ライバルっていうかなんか負けられないみたいなのあるんですか、どういう感じなんですか。どう、確かにどう思ってるんだろう。同い年でもないですもん、大地さんが先輩ですよね。でもアストクは結構強い相手に立ち向かっていくのが好きだから、こういう将棋、こういうなんか相手だと燃えて研究ぶつけていくみたいなイメージありますよね。そうですね、やっぱ独自の研究がありますもんね。この対局持ち時間がすごかったですよ。あ、本当だ、こんなことあるんですね。これはどういうことですか、この持ち時間の差は。これ持ち時間の差どのくらいあるんだ。3時間以上、持ち時間4時間の対局で、斉藤アスト君が9分しか使ってなくて、で大地君の方は3時間20分22分使ってるという。これはあのまあ斉藤先生の作戦が佐々木さんからすると意外だったっていうことなんですかね。ですかね。まあそうですね、アスト君の方が誘導してぶつけてきた作戦を、多分ちょっと細かい変化思い出すとかに時間がを使ってっていう。まあでもただなんか横歩取りなんで、時間使ってても、もう一回優位に立っちゃえば、すぐ積まないに持っていけるんで、なんか別にその辺を使っても再現させばっていう感覚だったんだと思います、大地さんの。だからまあ、形勢が悪くなんなければ、なんとかなると見てたということですね。これもやっぱり、この持ち時間とかね、見たりするのも楽しいですよね。どこまでが研究だったんだろうとっていうのね、考えたりするのも、こう、見てる方は面白いのかなと思うんですけど。こうちょっと苦しそうな局面からやっぱり佐々木さんが、なんかね、なんかねうまい、ね、いやな感じっすね、粘りがね、やっぱり感じはある、ネチ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 これね、食らった人にしかわからない、このやっぱり土俵際のこう粘りすごいですよね。粘りがやっぱりすごい先生ですよね。でもそれをまあ斉藤さんが振り切ってという、でもこれ中盤一瞬ちょっと、あ、一瞬でも、ほんとだ。じゃあ最後の最後で、ま、何かあったのかもしれないですね。これ銀取って詰みだったってことかな。ああ、銀取って7二竜から詰みだった。はい、わかんない。いや、どうなんだろう。いや、ちょっとあんま、いや、結構これわかんないです。多分、我々は多分1時間考えても、詰む？え、詰みなんちゃう？ほんと？同金で？ほんと？ね、チックスの、いやいや、わかんないけど、こうやって、あ、これ取るの、取るんだろう。じゃあ76手目の局面からの変化、そうですね、はい、76手目からの変化を今、あ、これ詰んじゃうね。あ、いや、ちょっとどうして詰むかをちょっとやりましょう。こうですか、こうやって、どっち、ああ、ならずですか、ならずやめよったんすか。怖いな。なるほどね。これでですね。だいたいこれで角が開いて、ならずが攻守。さすがです。はい。ありがとうございます。というわけで、まあこれ詰みだったんですかね。六二金。六二金の方が難しそうだけどね、これね、金打って。ちょっと、まあ、打つってことなのかな。これ難しいよな。どうやって詰むんだ。こっちから入るのかな。いや、結構これ分かんないっすね。こっから入る、まあ、言うてこれうま、結構効いてますね。結構効いてるね。変だった、分かんない。でもこれはじめさんが詰ますしか終着点がないよ。こんだけ尺取ってるから。え、でも中心が全然馬が効きすぎる。これ詰まないね。あれ、どうやって詰むんだろう。この局面か。でもこれ金合いしかないですよ。ちょっと待ってね。ちょっと考えよう。こんな自由で大丈夫なの。いやいやいや。え、詰まないね。詰むのかな。あ、すいません。詰め職選手権かなり。上位の先生ですね。かなり下位の先生です。よろしくお願いします。先生お願いします。てか出ただけですごくない。
特に得意でもないので。あ、偉い。いや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 、確かに。確かに。確かに。なんで出たのか自分でも分かんない。なんで出たのか。そんなことないでしょ、先生。得意でしょ。大丈夫ですよ。え、はじめさんは出たことあるんですか、爪戦。当たり前出たことある。僕覚えてないんですよ、はじめさん。え、結果どうだったんですか。忘れちゃった。お、さすが。どこだったの。爪戦、もう、もうね、言えない。恥ずかしくて。まあ、でもなかなかセンスいいね、三三銀ね。これさ、ちょっとこれ、ダメだ。詰ませらんないよ。え、詰まないの。じゃあ。これ詰めたことだよね、いや、わかんないよ、この絵。これ詰めでしょ、本当は。詰みおよび勝ち。いや、これ評価値に戻らされてるんじゃないですか、我々。評価値に戻らされてる。新しい言葉ですね。これ詰まして次行きたいんですよ。うちわチャンネルそんなストイックマジっすか。マジっす。うちわチャンネルはそういうチャンネルなんすよ、うん、ないっすか。これつまない。いや考えてないやん、もう。いや考えてるよ。え、これちょっとつまないっていいの、うん、やっぱ相当大変ってことだね。これちょっとダサいね。でももしこれ積んでたら、これでさ、これ別に一番嫌なんだけど、これでさ、もしさいやいや、先生のプライドが許すならそれでいいですよ。うちもまあさすがに次、まあ、次に進みますよ。これ全部カットはできないの。できないですよ。ここはちゃんと。今でもこれ、長尺すぎない。大丈夫です。そういうの大好きな人多いんで。じゃああと1分。あと1分だけ。はい。お、ついに本気を出すって言ってきたんですね。はじめさんも考えてよ。いや、今必死に考えてる。ほんと、ほんと、ほんと。でも同金ってこと言ってたよね。そうなのよ。だから同金なんですよ、これ。だから話の流れ。思って同金なんですよ、だから、うん、ないでね、うん、で、あ、ごめんごめん、これ理由が入ってないね。やっぱり皆さんね、すいません、実力見たいっていう方多いと思うんですよ。やっぱかっこいいとこ見たいな。でも変じゃない ?100 と0じゃないんだよ。 90% なんだよ、だからつまないんじゃない。いや、勝ちってこと、うん、だったら勝ちなんだよ。いや、まあなるじゃないですか。どうやったら勝ちなのかなって、やっぱり視聴者は、うん、どうやったら勝ちなんだろうって。いや、わかんないね、わかんない。つまない気するけどな。つまないよね。筋があんまりなくない。凡人には見えない。馬が強いですね。大丈夫ですか先生。これつまないね。あっ、えっ、ん、降りてきた神が。こうやってこうやってこうでこうやってこうこう。ああ、ああ、ああ、か、それだ。こういうことですね、先生。で、角を、銀を残せと。そうそう、銀を残すのはありなのかなと思ったんですけど。で、取るよね、はい、で、銀打って、はい、で、三三銀打って、これはどうなってますか。いった、いきそう、確かに。でもちょっと分かってないのが、すごいね、これで罪なんだ。やっぱ罪なんだ。詰んだんじゃない。詰んだね、詰んだね、多分ね。すごっ、これが罪なんだ。ほう、で、こうでジャンピング、ジャンピング。この時、上行った時に銀が一切るってことですね、角じゃなくてね。そうですね、銀ってね、うん、これは詰んだね。これは罪なんですけど、未解決の、ちゃんと未解決事件があって。24ってこと？ん、違うね。24は楽済みだね。32は積んだよ、俺。あ、32積んだ。32は他人でいいんじゃないの。あ、そこそこ、51に捨てれるのか。そこ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 、そうですよ、そうです。あ、積んだね。あ、積みました。積んだ。はいはいはい、そうですね、積んだね。追い込むとやっぱりやればできた。やればできる子なんですね。危ない、ちょっと本当にこんな目に遭うと思わなかったということで、はい、まあ、この将棋も本当に大激闘だったということですね、はい。で、まあ、まあ名人戦の第3局は5月8日に行われて、はい、まあ、藤井聡太、はい、名人と豊島九段で雁木の戦いで、どうだったですか。想定からずれたところでって感じですかね、豊島先生の方が。どの辺でやっぱずれた。この辺ですよね。この辺なんですね。これ1時間47分大長考されて。うん、でもやっぱり雁木ってなんか後手のハードル相当高いイメージありますよね。高いんですけど、でもなんか今って2手目に8四歩って飛車先の歩突く手が主流じゃないですか、はい、そうするとまあ一応角換わり相掛かり矢倉選ばれ先手に選ばれちゃうんですけど、2手目3四歩からスタートすれば自分で戦法を選べるんで
ですよ。でその中で評価値が均衡保てるのが雁木って言われてるんで、だから結構雁木はまあ誘導できるし評価値も結構大変なんで、できたらでかいですよね、うまくさせたら。これからやっぱり雁木が増えてくるっていう感じですか。まあ、メインでやる人はそんなにいないと思うんですけど、変化球としてたまにこうなんか今回みたいな感じで刺される方は増えるかなって、まあ、難しいです。確かになんか玉がね、やっぱ玉は薄いかなって囲えないですもんね。なんか威玉が正解とか右玉が正解とか囲うのが正解とか、なんかケースバイケースが多すぎて、なんかこれも棒銀が結構炸裂と、うん、で棒銀はちょっと受けにくくて、ね、このまま押し切ったという感じの将棋だった。一六角やっぱいいですね、ケースバイケース。あとはまあ話題になったのはね、山下三段、はあはあ、ね、それか三段で竜王戦6組の決勝まで行かれたということですか。井出純平五段と戦われて、はい、この将棋とかもどうですか、山下さんのこう印象というか。もう終盤めちゃくちゃ強いんだろうなっていう。ああ、これはどの辺でやっぱ感じるもんなんですか、終盤めちゃめちゃ強そうだなとか。ああ、いや、なんか作りがもともとなんか序盤をまあ割とそこまで なんていうんですかね、なんか中終盤の力で勝ってるなみたいな印象があって、やっぱり結構中終盤が強そうな若手だなという。めちゃくちゃ強いんでしょうね、終盤が。うーん、多分終盤の足ってなかなか速くならないじゃないですか。まあそうですね、確かに結構持って生まれたもの、持って生まれたものでかいですよね、終盤ね。本当に終盤力ってどうやったら伸びるのかなっていうの結構昔よく思ってましたけど、なんか足速い人めちゃくちゃいません？なんか若手有望みたいな。はじめさんとかよく、三段リーグってだんだんめちゃめちゃみんな足速くなるから、だんだん自分たちが長老になっていくと15歳16歳とやることあるじゃないですか。はいはいはい。で中盤結構頑張ってるんだけど、終盤の足の速さが違いすぎて、それはもうなんか切なくなるみたいな、うん、なんかね、同じゲームやってるはずなのになんか足が違うとか、ね、なんか才能とかそういう感じ、なんなんだろうね。いやでもなんか後で調べてみたら意外とそれの大した手じゃない時もあるんだけど、勢いで押される時もあるよね。うん、まあまああるかな、あるけど、でもむちゃくちゃいい手の場合もあるよね。浮かばないなみたいな、浮かばないなっていうね、こう分かる。なんなんだろうね、あれじゃん、足の速さみたいなもんかね、人間の。ああまあ、じゃあ 50m。 でもスギちゃんもさ足速いでしょ。どう、遅くなっちゃった遅くなっちゃった。やっぱ一手勝ちでさ、スパッと勝てるような将棋を指してないじゃん、我々って。まあね、そうね、もう二手勝ちじゃん、基本。そうだね、二手勝ちか二手負けみたいな。だからさ、それをやっぱさ、鍛えなきゃいけないのかもね。振り飛車とは？いや、なんか、こういう居飛車みたいな将棋指してさ。でも作り、やっぱ手厚いよね、なんか、若くて強い人は。でこの山下さんはこれ次点を取ったという、次点を取れそうってことか。あ、優勝した、優勝すると次点を取って、でももう1個持ってたよね。もう1個持ってるという状態。じゃあ次大一番、次勝つとプロということですか。次誰、藤本さんですか。藤本さんです。うわ、すごいね、熱いね。熱いっすね、うん、しかも、はい、優勝すると5組でプロになれるみたいです。ああ、太一さんだったり今ね、俺に当たってほしいですか。え、何ですか。いえ、対戦すると当たる可能性もあるってことですか。じゃあ優勝されたらそういうこともありますね。それは注目です。注目ですか。恐ろしいですね、なんかね、将棋が恐ろしいよね。将棋が恐ろしいところですね。さすがですね、先生。いきますね。あまりのぶっ込みにちょっと私も反応しきれなかったですけど、恐ろしいな。すごい、先生、すごいね、将棋がね。将棋。うん、まあ、女流王位戦の五番勝負、第2局ね、はいはい。加藤桃子先生と、まあ、福間さん対局ということで、これはどうでしたかね。なんか、加藤さんがうまく進めてるのかなと思っていたんですけど、はい、やっぱり終盤すごいですね、迫力ありますよね。こう一瞬の電光石火というか、で最後こう良い足を使って勝ちというイメージですか。そうですね、なんか何かまあちょっとうっかりされた、あ、ここの辺ですよね。5998歩で8八金が刺さって気を取られてしまって、うん、確かにまあ全体的には確かに居飛車が押してた時間が長そうでしたけどね。やっぱ終盤が難しいっていうことですかね。これもう結構この辺もですか。この辺かな。この辺ですかね。はい、あ、
そうじゃないですか。先生見ましたよ、アメバトーナメント。出てましたっけ。広瀬チームで先生出られてなかったですか。やめてくれ。やめてくれ。いやいや、今これ見てるんです、これね。広瀬章人九段と渡辺九段のね、対局とかで。あ、そうでしたね。ね、このトーナメントのやつで。でも私、杉本さんが出るっていうから、正座して見てたわけです。もう途中から。そうしたら、ね、仲間割れも始め、ほとんど。そう、なんか、してた黒沢さんと杉本さんで、ブツ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 言い合ってなかったっす、なんか、二人で。まあ、それをですね。この手もああだろうだって言ってでもあの控え室のやつは面白かったですけどねなんかね、でもよく食べてましたね。たき火ってました。よく食べて、いや、なんか緊張しすぎて、うん、空腹状態になって頭回んないの嫌だなと思って食べてただけなんですけど。ああ、すごい、でも面白かったっすよ。いやちょっとあれすごいなと思いました。やっぱり日常で出られてる方は、やっぱ緊張感ありましたか。緊張感ちょっと普段と全然違いました。でもね、こっから本気出すって感じでいいですか。そうですね、まだ次があるんで、はい、ちょっと皆さん、ね、ぜひ注目して見ていただけたらなと思います、はい、ということで、あ、そうですね、西山先生と大島先生の、はい、あのマイナビ女子オープンの第3局も終わりましたね、はい、まあこれはまあ西山城が強かったという感じですよね。貫禄見せましたか。貫禄見せましたね、これはね。快勝ですね。これはフリアナのパンチが思い切りヒットして、そのままグラッという感じで。でもなんかね、今回大島さん実を言うと、まあ今まで急戦をね、結構持ちいる方だったんですけど、今回持久戦をこう使われているということで、やっぱりこう大事な勝負がやっぱ負けられないからっていうこともあったってことなんですかね。そうですね、まあ、今まであまり見せなかったこう銀河アナゴの、ね、ね、形を見せられて、ちょっと工夫されたのかなという印象だったんですけど、まあでも固め合いはやっぱり振り飛車党も望むところだという、望むところって人が多いイメージはありますね。そうですよね、これはなんか勝負だっていうのもありますもんね。でこの後はまあそうですね、王位戦がね、まあ終わりましたね。確かに、リーグ戦がね、いろんな出来事、いろんな出来事があって、そうですね、この藤本斉藤戦、藤本斉藤戦、はい、これはかなり大一番だったんですかね。そうですね、はい、勝った方がプレーオフに進出という、プレーオフ以上ってことでしたね。で、あ、そうですね、そうですね、で藤本さんがこう雁木、もうまあ得意ですよね、雁木の形から、まあ斉藤さんがこうくっついてってという形で、でもこれはなんか斉藤先生がすごくこう綺麗に決められた、まとめ切ったっていう将棋だったんですかね。そうですね、斉藤先生とははじめさん三段リーグかぶってますか。三段リーグね、2回ぐらいやってますね、かぶってますね。いや、もう本当にひどい目に遭いました。なんか当時からでも今とスタイル変わんないですよね。そう、全くね、雰囲気がね、変わらないんですよ。しかもね、なんかね、嫌な、まあ嫌なやつだったら、なんか、嫌なやつだなと思うわけじゃないですか。で、斉藤さんってあのままなんですよ。ああ、人柄もね。人柄も素晴らしくて、まあ、将棋も強くて、人柄がいいと。どうかねと思うことありましたよね。自分にないもの持ってるなって、自分にないもの持ってるな、どう、やっぱ素晴らしいなって、でね、いや、その後に実を言うとこう三段リーグ終わって一回なんか都成さんの結婚式の時に一緒に飲んだんですよ、斉藤さんと。めちゃめちゃ良くてですねめちゃめちゃ良かった。めちゃめちゃ良かったですね、やっぱり。やっぱさすが、楽しかった。楽しかった、最高の。さすがだなと思って、やっぱりすごい。ほがらかですよね、すごく。ほがらか。もう素敵。ちょっと、惚れちゃいそうになりました。うっかり、はい。困ったもんですね。困ったね。困った斉藤先生もかなり、次は、渡辺先生がね、逆山でいらっしゃって。その二人の。そう、渡辺木村瀬も本当に大一番だったっすよね。そうですね、ここももう全部直接対決という感じで、プレーオフ以上、勝てばプレーオフ以上という形で、渡辺先生が快勝だったんですかね。どうだったのかな、なんかちょっと懐かしいですよね、こういう相矢倉。そうですね、最近あんまり矢倉でもちょっと玉の位置が中住まいだったりとか、そういうのが多いんで、我々世代にはこれはなんか嬉しい将棋という
名人もありますけど、確かに我々記録取ったら大抵櫓でしたよね。そう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 、で今もう櫓が逆に少なくなっちゃってるからね、うん、今回渡辺先生と斉藤先生が今回で、うん、次は対局ということで、まあ、大注目ですね。王位戦もね、誰が挑戦者になるのかというところでしょうか、はい、あ、そう、あとねちょっと見たんですけどね、この羽生飯島戦でね、うん、かっこいいこうなんていうんですかね、決め手が出たというか、これがなんかあの X では話題になってましたね。あ、そうなんですか。はい、5号飛車、5号飛車とかっこいいってファンの方から、うん、これもやっぱなんか詰将棋らしい手がね、こう会心の一撃というか出て、これもまあすごいこう2点3点してまあすごい勝負で、羽生先生が勝たれたらプレーオフだったということなんですね。あ、そうですね、渡辺先生とですかね。そうですね、まあその将棋も見たかったっていうね、ファンの方も多分結構多かったと思うんですけど、まあでもここでこう飯島先生が勝たれたということですね。全然分かってるんですけど、これ合駒すると、合駒をするとですね、こう 6八角と打って引いて、で4八玉に4九金と打つ手がいい手なんですね。なるほど。同玉に7九竜、いい手してますね。そうやって詰むのか、将棋の先生ですから任せてください。こんな感じだったでしょうかね、はい、結構がっつり振り返った。はい、でもなんか面白い将棋が多かったですね。うん、ね、うん、多かった。振り飛車も増えてるし、あれん、ちょっと忘れたけど、うん、杉本先生と中村太地先生の将棋はないぞないのか、ない、いや、中継されてない、中継されてない、中継されてない、あれ今ちょっとふと思ったけど、いや確かに、いや中継されてないっす、そういえばおかしいですね。でもなんかこの前初めてこのチャンネル、この時間に取り上げてもらった気がします。ああ、そうですね、なんかこう太地先生がね、結構杉本さんが出るといつも、あ、この弟子、え、1回だけじゃない、いや、そうですね、なんかしかもすごい短かったよ、なんか1分ぐらいだった、あ、1分ぐらいしか尺なかった、うん、なんか、うん、ふん、まあまあみたいな感じ、太地さんも、あ、ちょっと太地さん言っときますね、杉本の時はちょっと多めに喋るようにちょっと弟にしようことはちょっと多くこう注目するようにとはね、そもそも中継、確かに中継されるとね、モチベーション上がるんだけど、うん、というね、まあ、あの、いろんな1週、はい、1週間というか、はい、対局ありました。はい、ぜひ皆さんも将棋にいっぱい注目していただけたらなと思います。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。